様です。そう、こんにちは。あれ、あ、いったいった。音量大丈夫でしょうかねとか言ってる間にもう船が乗船始まった。こうか、こうだな。あ、ありがとうございます。大丈夫ですかね。あれ、これどうやって、遅い。下山した後もうすぐにうどん屋さん行っちゃったんで、ということで、よし、準備できた。船上発進一枠だけです。14時半のフェリーなんで、乗船してから十数分分だけ発進することになります。で、1時間ちょいで岡山港、新岡山着いて、そこから先また10キロぐらい乗ろうと思ってます。まだ時間早いので。というわけで、あれですね、いらっしゃいませ。帰りは岡山駅からです。まだ新幹線通ってないですけどね。で、岡山市街で岡山市街で途中銭湯入って夕飯食っていこうかなと思ってます。これ自転車どっからどうすればいいんだ。あ、車来た。まあいいや、ちょっと脇のとこ行ってみよう。電車は多分ほぼ最初の頃に入るんだべきだったのかな。観光バス乗ってますね。とりあえずこの辺にいてみよう。はい、ちょっと待ってねって言われた。お、いらっしゃいませ。今小豆島もだいたい周り終わって、これから岡山駅のフェリーに乗るとこです。岡山まで人が1000円で、自転車は300円。向こうに着いてからさらに輪行でバスにつなぐっていうのを考えたんですけど、でそれだと割引チケットあるって教えてもらったんですけど、まだちょっと早いのと途中風呂寄ってさっぱりしていきたいんで、まだちょっと走ろうと思って岡山港までだけにしました。オリーブ丸高松って書いてあるけど、岡山駅のやつと同じ方なんですね。確かこれてっぺんのデッキは今進入入れないようになってるんじゃなかったかな。前まで1時間ちょいみたいです。1時間5分だか10分だか。人が。虹色のラメ入りだ。カフェリー。これ結構乗り込むのが簡単なフェリーですね。今日で終わりです。あと岡山港に着いてから岡山駅まで10キロぐらい乗ろうと思ってますけどね。さっきルート考えてきました。できるだけ太い道通らずに川沿いとかばっかり走るルートで。後ろの2トンか4トンがある。寄り道、そう、天気、ただ上に行ったらですね、空気霞んでました。山の上から見ると下の方が霞んじゃって。あ、今なんて乗るんやろ。乗船時間1時間ちょいみたいです。あ、また聞こえなかった。15時半前後だと思います。確か1時間ちょいだったと。何が好き？富山行ったのか。
ですね、JR のやつ。で、あの後ろのこれよう入るかな。後ろの6段も6メートルできたらどうか。これ。サミキの食った食ったうまかったやっぱり。昨日食ったとこでまた今日も食ってきたんですけど、うまかったですね。このいらっしゃいませ。この都の商工のすぐ近くです。この枠の間だけやります。あとはフェリーの中で寝て、で着いたらまた配信やります。だからまあ30分ぐらい間が空く感じかな。30分じゃない、4、50分か。このフェリーは14時半あの発のやつです。お、はい。どうもなかったな。自転車は来てるんですかね。ここで。ドームで座らせてもらってもあ大丈夫です。お願いします。で、お高いを持ったから。ちょっとタイプ違うな。確か昨日一昨日乗ってきたやつはもう少し 高松の間は少しだけ違ったような通じなんかちょっと違うな、レイアウトが。そう、お兄さんでしたね、今の人。この年下め、指爪注意ものすごく痛そうに。岡山駅まで自走して途中で銭湯入って、で岡山駅周辺で夕飯食ってから帰ろうかなと思ってます。イエスチョンの姿ちょっと頭から今脱ぎましたんでコメント聞こえてないです。あ、レアと大体一緒だな。で、人をなんで月曜日なのになんでこんな人いるんだ。で、ここにうどんとか売ってるんですよね。ここまでやってないや。で、ここで雑魚寝できるところがある。あ、でも席のレイアウトちょっと違うな。ちょっとすいません、今コメント聞こえてないです。どっか一人で座れるところはないな。二人掛けのしかないな。どうしようかな。座席だと横にいる人に迷惑かかるから雑魚寝とこにいようかな。よっと、この辺りでよいしょ、でもこれも GoPro だと周りの人映ってしまうんだよな。まあ一枠だけなんでちょっとコメント今見ます。そう、ここも混むかな。コメントダメだ、聞こえないな、こんな中だと。エンジン音で、唸ってる音で、まだ出てないの。あと3分で出ます。あ、そうか、出る瞬間落としたらいいな。ダメだな、これ場所取りやろうとしても多分無理だな。まあ放送ある間はじゃあ表に出ときましょうかね。さすがなんとか、さすがしか聞こえなかった。よっと、ウエストバッグつけて、ああ酒盛り始まるな、こりゃ同席する電波が、いや、とりあえずこの枠だけで。私も少し一眠りしたいんで、少し一眠り。ああ上行けないよな、やっぱり。
あっち側から見れるか。準備できたら。あ、すいません。ここもダメか。なかなか表にで見られるところがないな。うん、寝てる寝てる。あれ、これもしかして表に、あ、展望看板あった。あ、すいません。デッキの開閉というか、いや、開いてるみたいです。返事ともないですよね。今日実は寒華圏の一番上のところもですね、ものすごい人が多くて、なんじゃこりゃって思いました。あ、よかった、ここだったらバッチリ見られる。おー、ゆずき野郎がもうそろそろ出港なんで閉まると思います。テープ投げたらムッとされそうな気がする。自転車はその左側のあれ、どこに入れたっけ。確かその辺りなんですよね。あそこの客室入り口のちょっと右辺り。あ、ゴープロ取れてるよな。9年後に足が、そうそう、このカメラ落ちたら致命的ですね。床自体が今沈んだな。床自体が沈んで後ろのあれが閉まる。あれが未練は、あとは過去を含めて走ってない海岸線ほんのちょっとあるんですけどね。昨日泊まったところの近くの半島、まあでも特に何かあるとは書いてないから大丈夫なはず。ネタ的にはどうかな。確かに来るコースが高いんですけどね。潜水艦を動いた。油の匂い、あそこに角屋精油があるんですよ。角屋のごま
が遠い。多分これはですね、ここの音がでかすぎるせいで、音のバランスがオートゲインコントロールで避けられてるんだと思います。絶対音量は変わらん、絶対音量というか、その多分これ IC レコーダー側で抑えてる。今月沖縄に行くかもしれない。阿武隈、あずき丸、あれ一昨日乗ってきたやつだ。高松から殿商工こっちに来るやつ。すれ違うとかなり早いですね。で、あの型見るとやっぱ違うな。結構違うな、型。同じような形かと思ったらかなり違う。リミッター、このレンジの頃のなんとかってやつもこっちは真ん中に1本で向こうは両側に2本立ってる。 C ジャック、沖縄放送。あ、またピ、またデジカメの電池切れた。また、ああそうだ、充電が自転車のとこまで戻らないと充電できない。まあいいか、あ、それまでまた iPhone で。で、これ今殿商工から西に向かって進んでて、しばらくしたら坂上二郎、しばらくしたら右にぐるーっと回って北に向かうはずです。写真はどのぐらい撮ったかな、まあ、1日300枚ペースでは撮ってたと思います。あ、寝る、あ、この後寝ます。この枠が終わったらあと何分あるか分かりませんが、ストレス、ん、何サイズ、あっちの、この辺りの島どれが なんて島なのかさっぱり分からない。あ、ん、何がいつ、あと10分、結構ありますね。向こうにある島、多分あれは直島じゃなくて手島じゃないかな。岡山では風呂入って飯食おうと思ってます。で、風呂入ったあたりでも日が暮れて、その後ご飯どっかで探して食べて、で新幹線で帰る的なみたいな。30分、まあそれでもだいぶ違うと思います。まあ睡眠時間は取れてるんですけどね、本当は6時間中に寝てるんですけど、やっぱり1日走ってくると眠たくなる。うん、新幹線もちろん寝ますよ。岡山城も暗くなってるから多分行かないですね、年末まで。ああ、それちょっと分かんないです。うん、岡山四国です。ですね、新横浜に10時か11時ぐらい夜のに着く予定です。ん、岡山四国じゃないです。今ただ調子合わせて大嘘ついただけです。 お土産、島田さん向けのお土産実はもう発送済み。風が結構強くなってきた。明日は仕事です。もしかしてカブトガニって最近ニュースでネタな、ね、ニュースで話題になったネタなのかな。誰かどこかの芸人がカブトガニを食べるとかいうツイートをして、天然記念物だから食っちゃいかんとかいう話で罪になったみたいな話があったんですかね。だから今トレンドはカブトガニみたいな。岡山中国地方ですね。で、今出てきた小豆島は香川県だから四国なんですよ。だから今これ四国から中国地方に渡るとこですね。海を渡って。風がえらい強くなってきた。寒い。あ、それであの人たちあそこに立ってんのか。あー、ん、あー、聞こえない、すみません。この辺りの方がまだいいな。ダイナマイトスクープいました、いました。3匹ぐらいいたかな。で、ダイナマイト四国っていうのは何ですかね。人の名前もしかして。おー、へーって。あ、電波なくなりましたか。そんなにまだ離れてないと思うけどな。あ、来ました、チキンラーメン号出会いましたね。チキンラーメン号に出会ったって話を例のライダーハウスのオーナーさんが5回ぐらい
らい行ってたかな。あれで超幸せになったとか言ってました。で皆さんにもあの教えてあげなきゃと思って電話しましたって言ってました。皆さんって私ともう一人のライダーの人なんですけどね。あれで食ってなかったらえらいことになるとこだったな、なんで食わないんですか的な。歯は昨日の夜磨きました。私はいつも夜だけしか磨いてなくて、本当は朝も磨いた方がいいんだけど、女子大生は見つかってないなまだ。であそこカモメが物欲しそうに飛んでますね。あ、そういやあのチキンラーメン号を見つけて、で試食で食べたのはラオウでした。絶対楽しんでますよあれは。小豆島がでもまだ近いですね。まだ視界に入りきらない。小豆島意外とでかいから。ラーメン、あ、都農省の左上あたりにも案内市街地あったのか。多分私あそこに行かずに北に曲がってしまったから、あの通行止めで行かなかったところに市街地があった。ちょっと悔しい。あそこの市街地、じゃあこの枠終わったら何ノット50ノットぐらい。1ノットって何キロですか。ん、ヤマトのこの後は一旦枠終わったら中に入って一眠りして、で下船するあたりからまた枠取ります。多分2枠ぐらいあれは十分岡山駅のすぐ近くまで行くと思うんで。カモメはなぜか1羽だけ待機してる。あそこでカッパエビセンが予約はしないです。もう1枠2枠なんで。下船はですね15時40分で、右の人がですね右の人がカッパエビスにあの投げる構えに入ってるんです。すでにまああまりいいこととは思わないけど、まあ多少カモメが不健康になったところで人間の私はへでもないからな。近づいてこないから右の人ずっとカッパエビセン構えっぱなし。隣の人のエビ今見えたのかな。そうカモメカモメ徐々に近づいてきた。もしかして隣の人投げるんじゃなくて手元まで取り来いって言ってんのかな。ああそうかも。右の人多分この音場だったら聞こえてないはず。逆光だからあの人の顔も映ってなさそうだからおそらく気にしなくていいはず。あ、右の人どんだけ手上げっぱなしなんだ一体。あ、行ってしまった。右の人も手を引っ込めてしまった。交渉決裂。あ、見えました、カッパエビさん。あ、巨大観音がちょっとちらっと見えてる。上半分だけ横取り横からパッと取って食ったりしたらそれはそれで受けそうですけどね。オリーブの塩漬け意外と美味しかった。あんな感じなんですよね。あ、ですよねっていうか、あの単にあのウリの塩漬けみたいな感じかと思ったらもっとなんか料理っぽい味がした。オリーブ単体であんな味がするんですね。カニ玉？じゃあ、あと何分ぐらいですかね。ちょっとマイク離れます。よっと、もうそろそろ終わりですよね。早く終わってくれないと私あの寝れないんですけど。あと3分、まだ結構あるな。あなたはカモメ始めたのがちょっと遅かったのがあるかな。あと2分50秒、15分でこんな感じなのか。船、いや、あんまり強くないんで、あの雑魚寝のところで横になってるのが一番楽です、私は。
虫は意外と美味しい。カミキリムシ、ヤナギムシと言ってました。軍艦、さっきのデリ言われた。バッテリーだとそれも痛い。バッテリーは1個2万弱です。そう、カミキリムシの幼虫は美味しいんですよ。あの虫食うことに関して言うと、エビは虫みたいなもんだから、虫食うのがおかしいっていうのはおかしい。そう、カミキリムシって言ったらだいぶ五感悪いですよ。カメムシじゃないんだから。いいわけですよね。あー、しまった、またカメラ構えてしまった。1時間はかからないぐらいだと思います。エビ、バッテリーを落とさないようにします。ていうか風が強くなってきた。どんどん島にいる間に風あんまり強くなくてよかったな。にいなくなってんだ。そんなに下に並んで一斉に行かなきゃいけないのかな。あと連絡バスに乗ろうとか思わなくてよかった。多分いっぱいなんだろうな。よし、お待たせしました。これでよし、よし。今流れましたかね。40分に岡山港着なんで、もう今着きます。よっと。で、ちょっとよく不思議なのがですね、もうすぐ着きますって言った途端にこのフラの人全員いなくなってるの。なんで1階に降りたってみんな詰まっちゃうと思うんですけどね。あ、止まってます。せっかく今説明したのに。よいしょ。あ、エラーだ。もう一遍。なんだ今の。これで流れたかな。まだ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 。あ、来た来た。はい、間もなく着岸です。綺麗な。じゃあさっき言ったこともう一遍言うんですけど、あの、間もなく到着しますって10分前のアナウンスが流れた瞬間にほぼ誰もいなくなりました。なんでみんなこんなに急いで、あの、下のデッキに降りるんですかね。もうちょっと他のフェリーだとゆっくりしてそうなもんなのにな。なんか一斉に待って出なきゃいけないようなもんなのか。車、え、みんな車どうかな。それしてもここまで0人になりますか。普通フロアがそっちが半分、さっき0人で、で、いや、さっきいっぱいだったんですよ。結構なんでこんなみんないないんだ。まあいいや。
下人今溢れてるんじゃないかと、ほらそこそこ並んでる。でも車の人多いのかやっぱり。それかバスの人が多かったんですかね、観光バスも。あ、開いた開いた。1日船長、後ろから誰か来る心配ないから階段の踊り場でゆっくりしてられる。本当だ、出て、あの歩いて出ていくと少ないな。みんな車なのか。こんだけ？嘘。車じゃない人10人いなかった。じゃあ全部観光バスだったのか。あんだけいっぱいいた人って。あ、すいません、この人は乗客じゃないし。すごいな、多分大半がこの観光バスの中の人だったんですね。日の丸観光バスの、どっちだったっけな。あ、対角線側か、降りるとこ間違えた。多分これ入った時と出る時の場所が、あの出入り口が逆なんですね。確かさっきあれだったから、対角線上のとこに自転車があるはず。反対側から乗り込んだんだろう。最後の方にみたいですね。ファーストイン、ファーストアウト。さっき見たやつだ。紅葉はまあまあでしたかね。途中結構綺麗なところあったけど、山全体としてすごく綺麗っていう状態では見られなかったです。バスツアーに参加すればうどんも食うために、ああどうかな。小豆島でうどん食べに行くツアーあるのかな。いらっしゃいませ。自転車旅行中です。もうちょいで終わりですけどね。私の自転車はあそこ。で、多分これ入れ替えでまた車乗り込んでくると思うんで、すぐ出ないと。あそこにあります。じゃあ PC 閉じて。うどんと今日のうどんはどうかな。同じ店の冷やのぶっかけだけど、昨日も今日もこうつけがたいな。まあいいや、とりあえず出るか。さ、本当に最後だ。とりあえず出る。また小豆島、本当に自宅まで自転車で。どうも、岡山港到着。あそこの橋何でしたっけ。岡山からつながってるあの橋は何だろうな。まあわからないな。もし上陸しました。あとは新幹線の駅まであと10キロぐらい。帰ってきました。さっきデジカメ電池切れてまだ充電できてないんで、ん、玉野、沖縄。あ、そこでもなった。 5.00。 ここは日本です。ほら、岡山といったら桃太郎ですよね。桃太郎なんだっけ。で、あ、今
聞きそびれました。あ、ちなみに昼寝はよくできました。気持ちよかった。ももさん言うな。バス乗り場、あ、そうそう、バスが、あれ、バスはどうなった。それ、あ、これか、改装中です、すみません、改装中です。多分これが岡山駅じゃないですかね。あれ、岡田バスだから違うかな。行き過ぎ、そこですかね、バス乗り場。6万のクロスバイク、まあ同じような感じですね。私も、うん、SK さんもここに来てたのかな。腹いっぱい。確かですね、着いて10分だから50分発のがあったはず。私はもともとそれ乗ろうと思ってたけど、原さんがフェリーは、大人1000円と自転車300円でした。で、それプラスバスまでセットで買って300円ぐらいお得なチケットあったんですけど、まだ明るいうちだから岡山駅まで乗っていこうと思って。ヤンキーローマさん、ロードバイク寄りのやつ、ロードバイク寄りのやつでしたかね。駅まであと11、2キロぐらいでルートは入れてきました。乗っていきます。あ、そうだ、デジカメの充電やっとこ。あれだったのか、岡山駅行き。新幹線はですね、2、30分ごとに出てるから、着いてから取れても大丈夫だと思います。空いてるのも、あ、何かと思った、監視か、カメラ撮影お断りします的なものに見えた。あ、昼寝できました、昼寝できました。昼寝気持ちよかった。本当に30分もないぐらいだったんですけどね、昼寝すると気分が全然違う。で、デジカメを、ちょっと干し柿が潰れがち、半生っぽい干し柿だったから少しだけ中身が出つつある、しますよね。ちょっと待ってください。どこ行った。これ一旦枠です。終わったらまた次枠取ります。デジカメを横浜3時間ぐらいかかります。確かそこそこ離れてますよね。会社でも昼寝してます。15分ぐらいですね、昼休みに。で、何が出てると、よし。で、途中に銭湯があるのもさっき検索してきました。田町温泉っていうところ、岡山田町温泉で検索すると出るはず。さて、ターミナルも、そしてこんな小さいターミナルだったっけ。仕事中も、そうですね、いや、そんなことないですよ。よし、じゃあスタート。ターミナルは小さいですね。確か記憶にあるのが、あん中でなんか買ったような気がするんだけどな。ちょっとなんか見てくればよかったかな。まあいっか。あそこで テニスの壁打ちしてる人がいる。スポーツバイク、うん、3日間もまた遊ばせていただきました。そこのフリマスター、それ岡山の食い物って何でしょうね。岡山で夕飯を食うとしたら、やっぱきびだんごが、夕飯きびだんご定食。え、デミカツなんですか。寝てる寝てる、夕日に照らされて、もうそれを持って今もち米消費しようとすると部屋片付けからだからな、厳しいな、いけないですね。よいしょ、うん、顔上げもしないな。
見えないですね。触ってみるかな。いや、首はついてないですね。よいしょ。はいはいはい。下に煮干しが落ちてますね。煮干し。じゃあねー。なんかスッと逃げられましたね。さすが猫らしく、あの滑らかに逃げましたね。スルリと。ノータッチ。本当に手挙げただけで逃げたな。困りますね。とりあえず配信的にはネタになったかな今のは。まあ一人の時だったらもうちょっとうまくあのコミュニケーションするんですけどね。撮影は逃げられた。猫盛り上がりだ。コメントが。さっきのはあそこか。ピア4。猫を振らして全力で。ああ西風だ。払って。それに私は前あの猫カフェならぬ猫の家に行って、あの何十匹もの猫に囲まれたことがあります。 Z さんと一緒の時に。夕方ですね。風が少しあるな。ここからあの太い道は避けて川沿いに行きます。田原島でしたっけ、行ったけどそんなに猫見られなかった。あそこ30匹どころじゃなかったような。でもそんなもんかな。猫の家、大岩フラワーガーデンでしたかね。あそこは、あれを偶然見つけるのはめちゃくちゃテンション上がったな。うん、あ、何がいっぱいいた。あれの営業時間、営業期間が変則的ですごく短いんで、たまたまそれのほぼ最終日に行ったんだったかな、あれは。生態を研究とかあるんですかね。日は、あと1時間ぐらいかな。ん、昭和の、なんて、犬は見てないかな。ふっと面白かったですね。太い、いいよと。あれあれあれ、あ、この子入れてたか。触る以前にこいつはもう逃げますね。いいよと。写真撮るだけ撮って、ふっさふっさしてますね。まあいいや。えらいもさもさしたやつがこっち見てるなと思って、リベンジは もっと失敗しました。本当ですか。あと2もダメでした。あそこ渡れるか。ここから右に回りたいんですけど、遊んでるからそれもありますね。あのようなもの、まだ言うか。カメラ、今充電中です。デジカメのバッテリー今回充電し忘れて結構切れてしまってるんで、ビッグダディは見てない。どんな人かも知らないです。
でもどういう人なのかっていうのについては子だくさんな人だという情報を得た。あ、これ無理かな。こっちはもう少しで。いけるかな。いけるかなと。どうやって渡ったらいいのかよくわからん。バッタバス、バッタバス。バスじゃない。バッタバイク。なんとか渡れた。ビッグマグナ。橋の下？あっち側ですか。ああ、行けたかも。なるほど。そういうことか。あそこの下くぐれたんですね。よく知ってますね。バディに。バッタの腹みたいなシートのバイクがさっき通りました。ブラックが持ってたタイプ。そうなんですか。本当にあれ見るために虫の腹に見えるな。バッタとかトンボとは違うかな。相続のラグテスト。あ、こっちじゃなくてもう一本こっちだ。これだ。パグだ。川沿い出ました。追えられなかったですよ。そうそう吠えられてたまるか。この辺り工業地帯ですね。ラグが FM エリアだとたまりやすいんです、まあ、この枠もうすぐ終わると思うんで。何分に始めたかな。もうそろそろ終わりじゃないですかこの枠は。30何分。あ、まだか。まだあと10分以上あるか。岡山駅まで11キロ2キロなんで、まあ、1時間ぐらいあれば空いてると思います。ただその前途中の銭湯で風呂入っていこうと思うんで。ああとすいません聞き逃した。でも多分あと10分以上あると思います。おお、こんな道が。ん、アンターケシ役で、そうだ、あと夕食はデミカツなんでしたっけ。デミソースカツ、カツ丼。マロさんは、マロさんこっちまで出てくるのはどのぐらいコストかかるのかな。野村って何ですか。煙突ですよね。野村っていうのは道がむちゃくちゃ新しいな。新しいのか作り直したのかのつもりです。ただ時間によりますかね。あ、デミカツの野村って有名なとこあるんですか。カタカナで野村かな感じ。まあとにかく検索すればわかるかな。ちょっと調べとこうかな今のうちに。風が、ああでもそんな強く見えないですね。風が西から吹いているのはわかるかな。私がどっち見てるかわからんか。検索でデミカツの村。あ、あるある。アジシの村。いや、多分わかります。西川緑道公園の近くですかね。カツ丼店。これがデミカツ。あ、本当だ。評判デミカツ丼。5つ星が2人。4つ星が1人。3つ星が2人。まあ、そこそこ有名なとこっぽいですね。よし、OK。ありがとうございます。というふうにもらった情報で。で、これは、どういうことこれ。これは言ってまずいですよね。スネーク。これいけないですよね。
といって通行止めとは書いてない。あ、信号機ありました。あれか、じゃああの車の後についていけばいいか。今見てなかったな。危ない危ない。こいつ越せたら殺されますね。デミカツなんとかとカツ丼のセット、そこ越えてしまえば普通 の、 あの2車線、2車線かなになりますね。片道1車線の動いたですね。100メートルぐらい一瞬もうダメかと思ったよ。反対側の車全くの、あの止まってないですね。本当に本当に私は見えてないな、そういうのが。それで羽田空港の近くの車専用トンネルに入ってひどい目にあった。やすい。バカ笑い。笑おうとするとですね、声が出ずに、正面から写真撮られてる。どこで一体どこで。今回の話ですか、それは。以前にあの新幹線の写真撮られたことあります。私が乗ってる新幹線の。どんだけ情報調べるの早いんだ。一人の、ああなんて。自動車専用道路、私も過去に2回ぐらいやっちゃってるんですよね。そうそう、この岡山の近くで西へ向かって国道突っ走ってる時に突っ走るとかなんか言ってしまったな。岡山市もちろんです。もう先にアップしてますから。これもまたあれ違うか。僕ら何がさっきのカツの店の話かな。あ、聞こえない。マロさんのツイッター本当に今出てるんですかね。今日何時に渡ってくるかも決まってなかったのに。仮にこの後もし会うことになったら、お土産何にもない。あ、マフィンが1個あった。半分潰れたマフィンが1個ある。多分アンズジャムとかが残ってたんじゃないかな。半分潰れたマフィンと半分潰れた干し柿とかあります。でもマジですか。ってことはお土産を渡す用意しとかなきゃいかんな。どういう意味ですか。クロスバイクに合う服ですね。下は黒いタイツに黒い短パン。一体どこで撮られてた。アクナショップ。ちょ、今なんかトンビ近づいてきてなかった。今目の前でいきなり判定されてびっくりした。私の体のどっかに食い物が見えたのかな。島田さんにはですね、讃岐うどんを送りつけました。具体的に言うと、麺の訪れっていうセットを送りました。麺の訪れマジでやってんのかな。どこでこっち着いてからって、あのフェリーターミナル の、 あの周りが閑散としてる状態で。GoPro が、この黒いタイツが。じゃあとりあえずあんまりなんか私が本気出してスピードを上げて走っちゃダメですね。時速30キロとかで走っちゃダメですね。その時から昼食食べた。そうです。ふと壁際を見たら、あのお土産というか全国発送できる麺があったんで、麺のセットが、しかも送料無料でした。持ち、GoPro 確かになんか出っ張ってますよね。
ちょうちんあんこみたいなんだ。トンビを誘う。鉄塔が黄色くなってる。太陽の光のせいで。あとこれは格好、写真載ってますか。おお、微妙に逃げたな。半分ぐらい川の方に出たけど、半分ぐらいまだ残ってる。これは何ガモだ。カルガモかな。ちょっと色が違うか。子ガモもいる。方法とか警戒するとかいいな。いや、まだ何もまだやり取りなくて、私は岡山駅に着くっていう話だけは分かってるだろうから、その前に私が田町温泉で銭湯に入るという話はツイッターとか見えないですよね。頭の位置はもう影で土手の向こうまで届いちゃってるんで。まとまとまって降りました。トンビ、あーどうだろう。私の視界に入ったってことはもうGoProの視界に入ってるはず。明日仕事です。明日は午後打ち合わせかな。午前中にも急いでやらなきゃいけないことが一つあるな。割と元気です。さっき昼寝したからかなり、今日一周回ってるときに、なるほど、顔出し、そうかも。あ、お疲れ様です。それでは次役取りますね。お疲れ様です。患者さん、あ、医者設定だからか。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ、そろそろデジカメ出してもいいかな。どっかダメだ、ここじゃ今できない。どっかどっか、また片側通行だ。かもかも。あの T 字型なんてのは下になんかあんのか。とりあえずあれ越えて、止まれる場所がない。
意外と車通り多いんだな、ここ。裏道だと思ってたのに。可愛くないな声が。転送速度だいぶ速いな。お待たせしますお待たせします。よし、お待たせしました。あ、まだか。あ、来た来た。お待たせしました。ちょっと多分この枠以内には途中の銭湯に着くと思います。いらっしゃいませ。お、すずめすずめ、太陽沈みますね。核融合光線がで、ちょっとあのデジカメ取り出すのと、あとこの後の予定をあのよそ見しながらツイッターで書くので、ちょっと待ちください。ロートセ、ああ、あれ鳩でしょ。あれ、ちょっと待ってよ。これ充電できてなかったんじゃないか。あれ、なんで。ああ、 IC、 わかったわかった、使い切ったバッテリーに繋いでたからだ。理解した、そういうことか。何音声、分かった分かった。どうするかな。じゃあポタファイに充電しながら、分かった分かった、なんで充電できてないんだと思ったら、ポタファイに充電させながら、それで電源オフにしないようにしながら、こっちにつなげばいいんじゃないかな。それだったら充電止まらないでしょう、多分。よいしょ。ん？ん？スタートしない。なんで？ん？気がつきました。あれ？流れない。これまさか USB の口ごとに制御してんのか。余計なことを。まあいいや。もういいよ。あと iPhone でいいよ。使用済み。対策を。毎晩ちゃんと充電してりゃいいんですけどね。さて、じゃあこの後の予定をよそ見しながら書くか。iPhone バッテリー切れ、 iPhone バッテリー切れ、よいしょ。いや、あのそれ今日で構わない予定だったんですけどね。 iPhone バッテリー切れ、あと iPhone 充電ケーブルどこ行った。これか、あった。
もういろいろ厄介だ。これで充電スタートした。ああもう、さてじゃあしばらくしてから iPhone 取り出すか。今は iPhone 電源も入らない状態にまで落ちてしまいました。ああだからサイバーって言ってるじゃないですか。電気に頼りすぎなことをサイバーと言ってるんですよ私は。何を聞いてるんだあなたは。よいしょ。サイバーですからそうただの人以下になってしまいます。普段頼ってる分。ああ画像が記録、映像が、映像というか写真が記録できない。死ぬサイバー。ちぎれ。どこで渡るんだったっけな。あそこじゃないよまさか。そう依存症です。というわけで近くにいるかもしれない人に対してこの後の予定をよそ見しながら告げることがまだ、あ電池やっぱ切れた。ダメだ。ちょっとだけ動くかなと思ったらやっぱりデジカメ動かない。エネルギーを。電脳空間につながるためには通信回線がなきゃいけない。日光写真、観光紙が必要ですね。バッテリーの残量は十分あるのにうまく充電できない、鉛バッテリーですかね。あだから今こう消えたんだこれで。というわけで私はマロさんから見えなくなった。空間、空間、あ空間って言葉はなんか流行ったよな昔。空間じゃないところ移動すればワープとかしても大丈夫だから空間の、空間を出すみたいな SF の。ステルスになった。気づかないうちにステルスになってた。今どこ？お？プップップ。4時間、そうですか？こだまじゃないですか？それは3時間台だったはずですけど。のぞみとか光とかで1本で行けますよね。それか私は姫路のとの時間を考えてたのかな。3時間だと思うんですけど。3時間今日ん扇18時。ああでも風呂入って夢食って行けなくもないか。予定よりも早い便でヘリで渡ってきちゃったんで買えます。私はこの辺り多分過去に走ってないな。バスで輪行したから新岡山港から岡山駅までは。前は大晦日だったんで岡山から福岡の実家に帰って、タヌキで途中新幹線の中でタコ飯食ったらえらい美味しかった。犬が埋めてる何かを。車多いな。西的には走りやすいんですけどね。のぞみの、あですよね。指定席は昨日見た時点では全部空いてたから多分大丈夫だと思ってます。2号、国道2号ですか。2号ってどこからどこ走ってんだっけ。
そういや四方座市展望台、さっきあの今日の昼前に昼頃に寒霞渓に登った時に放送できてなかったんですけど、車両の後ろの方の一番後ろの座席で背もたれの後ろにスペースがあるところがいいです。使うかどうかわからんけど、で今日ピークにいた時に下部になんかキャンプ道具積んだおじいさんが2人いて、話聞いたら昨日の夜とかオリーブ公園っていうオリーブなんとか公園っていうところで野宿したって言ってました。すき焼きしたって言ってました。どんなおじいさんだあの人たち。この時期に、まあ確かに今回しばらく暖かかったんで良かったですけどね。ん？激車？歴車？今岡山駅に向かってます、自転車で。犬、あ、これどうしようかな。いける。ちょっと砂利があった後は舗装に見える。大阪、あ、結構そんなにあるんだ。のずく、あ、多分、あ、ダメでした、電波。大都会、岡山って言い方もなんか、電波届きそうなもんですけどね、この見晴らしだと。しばだ。はい。まだダメですかね。今コメント来てるから多少はいけると思うんですけどね。どっか自転車立てかけられる場所で iPhone 起動がてらチェックします。よいしょ。うわぁ、ひっつき虫が。どれどれ、エラーが出てる可能性も高いな。エラーが出ていた。お、ダメか。あ、いった。なんか途中でエラーが起きて止まってましたね。よくあるよくある。これで終わりました。あと放送17分か。多分この枠内に着くと思うんですけどね、銭湯。というわけでそろそろ iPhone 起動して。ツイートしますかね。うん、立ち上がってる。今、銭湯に行きます。駅に向かってるけど、青い袋、なんかよくわかんないです、これ。途中で、なんて言ったっけ、田町温泉に寄る予定だな。これでいいか。これで多分名前から検索できるはず、場所は。あ、そうだ、あともう一つだ。よくわかんないです、どうなるかは。向こうがどういうつもりかも今わかってないので、その後
なんだっけ、なんて店でしたっけ、ダチョウ温泉、田町温泉、ダチョウって今言うんだな、ですね、なんて店だったっけ、さっきの、岡山、3文字、なんだっけ、ちょっと待ってください、なんて言ったっけ、あ、野村、ありがとうございます。マジシノムラシつかさノムラで夕食の予定よし。というわけで独り言終了。あ、そうだ、しびれてもいいのか。多分ですね、石鹸もないような、小さい石鹸を買うようなとこだと思うんですよね。でさっきからちょっと写真ずっと撮れてなかったから、ホテル USA が入った、よっと。ただ野村で夕ご飯食って出た時に新幹線がどうなるかもちょっと確認しないといけないですね。やった。ちょっと落とさないようにします。温泉だからか。街になんかそんな感じで、あのストリートビュー見ると、15時から午前0時半とか書いてあるんですよね。うさうさ、これ何のホテルかな。当ホテル利用者以外の通りの禁止。さあ、なんかあの入り口にゴム製ののれんがあるようなところかな。新幹線、あの昨日見た時点では全部丸だったんで大丈夫だと思ってます。大丈夫なんか困るよ。あ、そうだ、浜田さんのツイート見るの忘れてたな。まあ、とりあえず銭湯に着いてからでいいや。銭湯が確かですね、途中この後川から向こうに渡って、その後なんか用水路みたいなところを北上していくルートなんですけど、それ沿いの近くにある飛行機はちょっと大変だな。あのこっち側から新幹線で帰ると、新横浜から私、そうそう、夕飯一緒に食うぐらいがちょうどいいかなと思うんですけどね。ん、さっきのラーメンなんだっけ、冷麺この辺りなんか川に向かって T 字型になんか積んであって、川の中心方向に向かって、それの上にカモがいっぱいいる。あれは何の、今なんか川の一部が変な風に光ったように見えた。出っ張ったところ止まりますよね。これ高橋川ですか、船着き場。プリングルスのゴミは金属のところは別にすべきじゃないかな。あれ外しにくいけど。旭川、地図だとちょっと書いてないですね。あ、旭川書いてあった。旭川正解、旭川じゃなくて食肉フェア。ん、川から雲が、ん、銭湯の後はもうしないですね。そこでおしまいします。
あとはツイッターで書きます。細かい時間もあの配信するのは面倒なんで、あの一言で言うと面倒いので、そう、今これで雨が降ったらもうダメです。アクセルの外が狭すぎるんで、白線沿いに走らせてもらってます。あとこういうとこ走ってると白線以外は全部奈落の底でとか思い考えてしまったりしますよね。白線から落ちたらもう死ぬみたいな。お前ら面倒だから。でこういう状態だったら白線の上走れるけど、本当に奈落の底が周りにあったら走れないよなとか思ったりしますよね。風景が小学校、そうですね、岡山、ちょっと時間が今どうなるか分からないんですよ。風呂入って飯食ったら2時間ぐらいかかると思うんで、18時か19時か、なるか、摩擦係数、転がり抵抗は低そうですよね。あ、ここで左曲がり、さあ、どうなのかな、奈良さん、本当に。ちょっとツイートチェック、メモリーに実は持ち歩いてるハードディスクに GoPro の映像入れてるんですけど、なんかテント張ってましたね、前錦川のとこで。ツイッターでちょっと待ちよう、リストで、34分前。うわ、マジだ。しかも下に草場の草があるから、うわ、綺麗取れてんな、すごいっすね。お水性能が高いのか、私の索敵能力が低すぎるのか、マジか。タヌキ屋の、あ、ただカツ丼の店先に教えられてしまったので、そっちに行く気になってしまって、今私の腹はカツ丼腹なので。カツ丼でしたっけ、デミソースカツの定食なんでしたっけ、まあ、とにかくカツなので。そういや確か小豆島でもなんだっけ、三平っていううどん屋を勧めてる人いましたよね。そこもそういや行ってなかったな。デミ、とりあえずデミですよね。デミ、私デミっていうとなんか偽物っていう語感があるんですけど、ゴプロのですけど、ハードディスクがですね、買って使い始めた時からもうなんかカッコンカッコンって言うんですよ。でちょっとひっくり返してやったり立ててやったりするとなんとか流れ始めるっていう。あ、ドミ、そうなんですか、ドミグラスソースでしたっけ。やばい、交換してほしいんだけど、保証書どこ行ったかなと思って。マナさんとはしてないです、まだ。多分この後会えると思うんだけどな。ただあの写真だけ撮って帰ってしまうっていう可能性もなくはないからな。そこのとこどうなのかちょっと分かんないです。夕日写真、さっきからデジカメの電池切れてるの分かってるのに出してしまうな。やっぱりまだデジカメは体の一部だ。100% 気づいてませんでした。全く油断してた。それがしさん近くにいるはず。だからしてますね。ていうかこれ歩道じゃないですか、この幅から行っても。あと他に人が通れるとこないから。サイバーん、何が、カスメモリありますね。登場しませんよね。それしても一体いつから情報をつかまれてたんだろうな。岡山の方に渡るっていうのをはっきり明言したのって、私昨日ぐらいじゃなかったですかね。いや昨日の夜どうだっけ、今日じゃなかったかな。昨日の時点ではまだ直島とかに行って上から渡るみたいなことも考えてたからな。どんだけ早いんだ対応でしたっけ。餅、おー、びっくりした。はえー、
あ、まあ、行きましたっけ、私は。白ヘルが、白ヘルが。あ、私が遅いなんてことあるわけないじゃないですか。やつが早すぎるんですよ、白ヘルの悪魔が。薬草、あ、そうか、外にチラッと出たからか。今の私を避けてくれたからな。私としては何も言えないな。ヤムシペダル、このなんだっけ、アンダードッグペダルが、いや、それじゃ負け犬ペダルか。それじゃアンダードッグが確か負け犬だったんですよ、前誰かに聞いた。アキンド、アキンド、アキンドって、アキンドどこ、あと自転車はそこか。ああ、ラーメン屋ですか。でもまず飯より風呂。時間的にもちょっと早いですからね。まだ4時半ですよね。うん、この枠で多分終わりぐらいだと思います。ん？何が半分なの？そうそう、私はもう精神的にそのあたりもう成熟してますからね。そう、あの町の銭湯に入るの好きなんですよ。多分あの街、ん、自然な何、あ、この後の予定ツイートですかね。あのよそ見しながらつぶやいてる風を装いたかったんですよ。となるとああなります。外観銭湯、確かになんか入り口狭いですよね、ストリートビューで見たら。お食事配信は年末かも。油、おお、焼肉の油は固まって白くなりますよね、冷たいと。岡山の街を走るのは多分初めてかな。岡山駅の近くに前泊まったことあるんですけどね、確かあれ片鉄走る前日じゃなかったかな、泊まったのは。あと2分、あれおかしいな、間に合わない。じゃあ次枠取ってから銭湯の前で何が丸見え、もうすぐ右ですかね。ほら、これどうなってる？あ、違うか。あっちか。あれ？残り3分？間に合わないですね。おかしいな。銭湯までの道は右ですよね。こっから。私は右に曲がると北上すると理解してますけど、もう一枠のちょっとだけですかね。なんかこの緑道みたいなところ行くと、途中にちょっと右に入ったあたりに銭湯があるので、さっきのこっちでいいんじゃないですか。枝川筋っていうところです。ここから始まってますよね、この道。混浴、混浴なのか。岡山の今は町の中です。駅までもう 2,3 キロ、もうちょっとあるかな。一体いつ背後に疲れるか分かんないからな、今。みかん食べたい、食べるがいい。今の時代みかんなんて年中食べられますから、庶民でも。ポン、大学長、山下清だな。あのつぶやいてる感じ、つぶやいてるか独り言言ってる感じを出したいんですよ。100取りますかね、もうすぐ切ってしまいそうだけど。
そう、銭湯の場所もう一遍確認しとかないと。温泉、まあ温泉というかただの銭湯だと思いますけどね。かけ流しかどうかとか天然温泉かどうかってあたりは私は一切こだわらずに。ん？自転車が荒い？あ、走りがですかね。あんまりそこは気にしてなかったな。銭湯で風呂入って途中で飯食って駅に着いてパッキング。マジです。駅、まあ近いですよね、もうすぐ。ただこの辺りのどっか右辺りに銭湯があります。普段はなんとかだなって言ってますかね。パッキング放送はまあしなくてもいいかなとか思ってます。過去に何度かやってるし。じゃあお疲れ様です。ゆきち、ゆきちか。お疲れ様です。じゃあ銭湯の場所を確認してから次役取ります。どうすか、うお、いいトロ、終わった。さて、銭湯の場所、もしかしたらもう過ぎたかな。なんて言ったっけ、田町温泉。あ、ほんの少し先だ。いや、このまま開いておこう。信号待ちの間に枠取れるかな。あ、そうだ、今ここ、まあいいや、まずは枠取ってからだ。開始ボタンだけ押して、ちょっとこの軒先で繋がらないな、飽きた。これでよし。で、銭湯までは数百メートルのはずです。あとはこれで今来ましたね。銭湯前まであと少し。いらっしゃいませ。すぐ終わります。ほんの少し、今4時40分か。夕ご飯食ったら7時くらいになるかな、新幹線は。あ、そうそう、今ここさっから忘れてました。焼きそば。おお。煙突、ああ、どうかな。あの店の感じだと煙突あんのかどうかも怪しいですね。特殊浴場、特殊浴場の他の普通浴場か。今回の旅、一言で言い表すと、難しいな。じゃあうどんで。うどん美味しかったです。あれが一番強烈に印象残ったな。なんかあまり褒めすぎかもしれないけど、うわ本当に美味しいと思ったんで。
方面延煙突、あれここそんな近い、まだですよね、もうちょい先だ、あと橋12つ目だ、あのあうどんですか、次の次の橋ですね、右に渡るのは9年後かな、うどん食べました、同じとこで、やっぱり美味しかったですよ、なんかバイクやばい音してる、多分ここだ、あ、多分できると思います、おお。水はなんか結構きれいに見えるな、9年後は52歳、昨日お客さん最初は言われなかったけど次回はまだ決まってないです、カシャカシャ言ってましたよね、あれ、あ、しまった、ん、あれもう一つ先だった、小さすぎる橋見ようとしてたな、じゃあそこから入って左に曲がってちょっと右で棚子、え、本当ですか、棚子が、そうそう、島田さんみたいな感じで、そうそう、そんな感じで生きていきたいと思ってます、こっから、左行って近く裏飯屋、串カツまかない裏飯屋、主になろう、主再び、この辺じゃないのかな、もう一つ先か、ん、あれこれだ、あそこだ、あったあった、そこに湯って書いてあります、湯、あれで湯べしとかだったら湯、ここです、煙突ないですね、で入浴1日、入浴料貸しタオル石鹸込みで470円、到着、じゃあここで配信終わらせますかね、写真撮って、そんなにむちゃくちゃ古い感じでもないですね、まあある程度は古いけど、あ、でもあの下駄箱入れが、あの例の斜め上から木の板を刺すやつだ、あ、何がお願い、というわけで銭湯入っていきます、で配信も基本的にもここで終わらせます、終わらせます、なんかどうしようかなとか迷うとまた迷惑かかりそうだから、見ようと思う人に終わらせます、じゃあありがとうございました、ちょっと待ってください、スタートをしてこれで終わらせる、じゃあ振り返りは多分明日できると思います、じゃあありがとうございました、じゃあ、あ、遅かった、ゆ、じゃあ GoPro も止めます、お疲れ様でした。